かなです。今日はですね、業務スーパーの購入品をご紹介していきたいと思います。ちょっと大量にあるので購入品紹介のみになってしまうんですが、よかったら最後までご覧ください。今こんな感じで購入して、まあ、そのままの状態になるんですが、冷蔵物とかからご紹介していきたいと思っています。私が大好きな辛子明太子です。こちらは 100g あたり198円、661円でした。 334g 入っています。辛子明太子はパスタに使ったりとか、ポテトサラダにしたりとか、もう生でご飯と一緒に食べたりするのが好きなので、明太子を見つけたらよく購入しています。ちりめん山椒になります。これはお買い得で1000円で306g も入ってるんですよ。すっごく安いなと思ってこちらを購入しました。主人がめっちゃ大好きな山椒のちりめんです。これすごく美味しいですよね。ご飯が進むやつですね。冷凍できるんなら冷凍したいなと思ってるんですけど、まあ、冷蔵でも長期間持つと思うので、そう、たくさん入っているものを購入してみました。すごい美味しそう。で、山椒がいっぱい入ってるし、この甘辛いちりめん山椒すごく美味しいですよね。こちらはブリの切り身です。5切れで500円なのでめちゃくちゃお得。この商品絶対得って書いてますね。業務スーパーの鮭も美味しいんですけど、このね、ブリもね、すごくお得で美味しそうだなと思って購入してみました。一つ一つのね、身が大きくて美味しそうです。ブリ大根にしたり、唐揚げにしたり、甘辛く煮て食べたりとかして調理しようかなと思っています。とりあえずちょっとこの一挙に使い切れないので冷凍してみます。北海道のバターです。もうこれはバターがなかったから買ってきたんですけど、いつも業務スーパーではね、また違うバターをね、買っていて、もっとね、大きくて輸入のバターなんですけど、今回それがなかったので、この普通の北海道バターっていうのを購入しました。有塩のバターです。トーストに塗ったりとかして使ったり、お料理にもよく使うので、バターは頻繁に購入してます。初めて購入しました。チーズなんですけど、クリーミーチーズっていうものを買いました。このシリーズいくつかあって、直輸入のチーズみたいです。なんかね、箱がね、大きくて結構分厚いんですよ。じゃん、すごい、初めて見たかも、こういうの。で、めっちゃ美味しそうなチーズ。これは主人の朝ごはんとかにしたり、私のおやつに食べようと思います。こちら、ショルダーハムの切り落としです。これが 800g で800円しないくらいだったので、大容量ですごくお得だなと思って買いました。あ、今、ルイハムじゃなくて、これショルダーハムって言って、なんか肉厚で美味しそうだなと思って買いました。母もたびたび買ってるみたい で、多分私もよくお弁当に入ってて食べてたみたいです。高校生の時。スライスしているので、そのままビールやワインのおつまみに、またサラダ、サンドイッチ、トルティーヤなどにしてお召し上がりください。お好みの野菜と炒めていただいても美味しくお召し上がりいただけます。これも大量にあるので冷凍保存しておきます。娘の大好きな納豆です。安かったから買っておきました。うちの家の近くで買うよりね、2、30円安かったので買いました。3つ入り 50g、おかめ納豆。ミニオンバナナです。これがね、結構ね、しっかりした大きいバナナが 1,2,3,4,5 5個入ってますね。トマト、これめっちゃ安かったから買ってみました。すごいなんか真っ赤で美味しそうだし、安かったからトマトソース作ったり、私はお砂糖かけて食べるの好きなのでトマトよく買います。我が家では欠かせないキウイです。これもね、たくさん入ってお得だったので購入しました。こんな感じ。一つ一つはそんなに大きくはないんですけど、まあ、たっぷり入って、値段の割にお得ですね。国産大根のお漬物1本。これもご飯が進むやつですね。ちょっとグラムは書いてないんですけど、大根1本です。国産大根を丁寧に漬け込みました。はい、冷蔵が終わって、常温で売ってたものをご紹介していきます。初めて購入したんですけど、ジャンツォンジャンって言って、ネギと生姜の万能調味料みたいです。180g 入ってます。うちの主人がね、ネギと生姜、
そう、おネギ大好きなんですよ。なので買ってみました。いろんなものに使えそうですよね。おろし生姜にネギが香る万能調味料です。料理のアクセントに和洋中問わずご使用いただけます。つけだれにプラスして炒め物や和え物、麺類などに本当に万能ですね。ネギ好きの方にはいいんじゃないかなと思います。娘が好きないちごジャムです。最近ね、朝トーストをよく食べるので、いちごジャムとかマーマレードとかをよく買ってるんですけど、これも直輸入のいちごジャムみたいです。 400g 入ってます。初めて買いました。なんかこれも美味しそうだなと思って買ってみました。ストロベリーカンカンのパイン、輪切りのパイナップル 565g。 なんかちょっと忙しい朝でフルーツ切るのめんどくさいなっていう時に、缶詰のフルーツがあったら便利かなと思って白桃、ピーチも買いました。こちらは 250g です。フルーツ切らしている時に便利かなと思うので、そういう日に使いたいなと思います。こちらのライトツナフレークです。ツナもねあったらすごく便利なので、安いからちょっと買っておこうと思って買いました。1つあたり 80g、 4つ入っててねお得ですよね。まあ、サラダとか使います。トリノで作ったトマトパスタソースっていうものを購入しました。母がこれでパスタをね娘に作ってくれて、まあ、娘がよく食べてたし、そんなに味が濃くなくて、まあ、食べやすいしピザとかにも使えそうかなと思ったので購入しました。パスタソースあったらすっごく便利ですよね。 680g 入ってます。原料もトマトピューレ、玉ねぎ、砂糖、バジル、ガーリックピューレ、ひまわり油、食塩、オリーブオイルなので、なんか変なものが入ってない。あ、主人が大好きな味付け海苔を買ってみました。8切り64枚、板海苔8枚分です。味付け海苔はもう常に家にストックしています。こちらは初めてなので一つだけ買ってみました。これはリピです。前回も買ったんですけど、実家でもねよくこれ置いてますね。瀬戸の一番麺類お茶漬けふりかけ 30g です、ね、何にでも使えるから刻み海苔は常にお家にあります。まあ、冷ややっことかほうれん草のおひたしとかうどんとか何にでもかけてます。乾燥ひじき、煮物の具 60g 入っています。4種類の具が入っているみたいで、食感のいい長ひじき、茎わかめ、きくらげに、彩りの良い人参を加えました。毎日のおかずの一品に簡単便利にお使いいただけましたって。ひじき以外にもこうして人参とかいろいろ入っているみたいです。もう娘がひじきの煮物食べてくれるのでそれに使おうかなと思ったんですけど、ハンバーグとかにもいいですね。白和えハンバーグ、サラダ、こちらスライスキクラゲの乾燥 40g です。キクラゲは私しか食べないんですけど、私が大好きなので買いました。炒め物、スープ、酢の物、サラダやラーメンのトッピングに水で戻して食べます。業務スーパーのカレー、業務カレー、これはね何度か購入してます。辛口10皿分、5皿が2つ入ってます。このカレーすごい美味しいですよ。主人も大好きです。娘は甘口がまだ残ってるので辛口だけ今回は買い足しました。お茶漬け海苔8袋入り、海苔のお茶漬けです。まあこれはね普通のお茶漬けなんですけど、最近主人がお茶漬け食べたいって言ってたので買ってみました。こちら、これはね今の季節限定で売ってたものなんですけど、凍らして食べるスティックシャーベットっていうものです。10本入っています。ココナッツとかキウイとかパインとか入ってるみたいです。パイナップル味とかマンゴー味とかキウイ味とかココナッツ味とか4種類あるみたいです。ちょっと楽しみですね。ビスコは娘の保育園用のアフタヌーンスナックを毎日持っていかないといけないので、そのために買いました。味はいちごと普通のビスコ2つの味のが24パックだから、1つの味は12パックずつ入っているのかな。こちらも娘のアフタヌーンスナック用に買ったおせんべいです。ゆず塩味、エビ味、海苔塩味、なんかこれとこれと交互か1袋ずつ入れようかなと思います。33枚こちらは入っています。最後、このアルコール除菌スプレーを購入しました。
安全安心で様々な食品の除菌保存にお使いいただけます。でこちらはエタノールが 71.260%、 乳酸ナトリウムが 0.025%、 精製水が 28.715% 入っています。冷蔵庫の除菌とか調理器具の除菌とか品質保持にご使用いただけます。1リットル入ってます。めっちゃお得です。今の時期に全然除菌ペーパーが購入できなくて、もう除菌スプレーを最近は使うんですけど、すごいアマゾンとかで買ってる除菌スプレーがちょっと値段がね高いので、これを見つけて購入してきました。はい、というわけで今回購入したもの並べてみるとこんな感じです。めっちゃたくさんあります。はい、というわけで今回は初めて業務スーパーの購入品をご紹介させていただきました。業務スーパーには結構意外とよく行っていて、実家に帰った時にはもう必ず行くっていうくらいよく行っているんですけど、紹介するのは初めてだったので、ちょっとでも参考になったら嬉しいなと思います。また機会があればご紹介させていただきます。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。少しでも楽しんでくださった方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。